ビクトル・ウーゴ・ロペス・ロメロは、スペイン・アンダルシア州マラガ県マラガ出身の元ハンドボール選手、指導者。日本ハンドボールリーグのトーダ合成でコーチを務めている。2000年、リーガソブルのクラブバロンマーのマラガに加入。2002年には、スペイン U-21 代表に選出され、ブラジルで行われた U-21 世界選手権に出場。 同年クラブバロンマーのガルダルへ移籍2003年にクラブバロンマーのアルメリアへ移籍2005年、クラブバロンマーのバジャドリット移籍バジャドリットでは3度の欧州選手権、2度の EHF チャンピオンズリーグ出場を経験。2009年には、スペイン代表として世界選手権に出場し、7試合で9得点を記録。2010年、ナトルハウスラリオハへ移籍し、 三年間プレー2013年、ハンドボールブンデスリーガの t b グロスバルシュタットへ移籍。2015年からは、カタールリーグのあるキヤダへ加入。2016年8月23日に日本、ハンドボールリーグのトヨタ合成へ加入。トヨタ合成としては、初の外国人選手となる。2017年の第7回全日本社会人、ハンドボール選手権大会で、 ベストセブンを受賞。2018から19年シーズンはリーグ8位となる113得点を記録。ベストディフェンダー賞を受賞した。2019年の第9回社会人選手権終了後に現役を引退。日本ハンドボールリーグ社会人選手権日本ハンドボールリーグ。ありがとうございます。